リテンビデオ62話。老舗ドリフトイベントイカ天が新たに生まれ変わった。より選手に近い立場で互いに濃厚な絡みを見せる審査団、ボケがボケを呼び、エロがエロを呼ぶ。その勢いに巻き込まれコースへ走りに出た選手たち、実力以上のものを見せようとした結果、コースにはマシンの残骸が散乱する。ありです、ありです。ノムケン&ナオトのコンビで送る八の字虎の巻、オンボードカメラ映像で茶の間がナオトの助手席に早変わり、ドリテク上達の秘密を見よう。またお遊び気分でクマが前代未聞のツインドリに挑戦、結果はまさかの大クラッシュ。またしてもデモカーを灰にしてしまい、新たなデモカー制作に入った川崎。今回は見るからに困難なグラインダータトゥーに挑戦が、しかし結果は意外にも史上最高の成功を収めた。今回そのノウハウを大公開。フェデラルタイヤ主催のドリフトイベントにノムケンが潜入。大会優勝者12人、その驚きのイベント内容とは。ドリテンビデオボリューム62は絶好調発売中です。